巨大熊野筆熊野筆は、広島県秋郡熊野町で生産されている筆。経済産業大臣指定伝統的工芸品。産地組合である熊野筆事業協同組合が管理する団体商標。筆の都と称する日本最大の生産地で、愛知県豊橋筆、奈良県奈良筆、広島県川尻筆とともに、日本次第産地を形成する。一般には、 国内シェア8割、これに川尻質と合わせると広島県産の国内シェアは9割になると言われている。口コミから2010年代に入り話題となっている。熊の質を特徴づけるものに明治時代に開発したボンマゼ法という熊の独特のン毛技法がある。従来のものは練り混ぜ法と言いい塊と呼ばれる。 整えられた毛の塊を水に入れ薄く伸ばし、よく混じり合うよう折り返して伸ばしては折り返してを繰り返していく方法で、どの産地でも用いられる。これに対し脂肪混ぜは、乾いた毛をボンと呼ばれる毛も、身箱に入れて混ぜ合わせ、そこから塊を作って練り混ぜする方法である。大量の根毛が一度にできさらに乾いた状態で混ぜ合わせるため混じり具合がいいこと。 あらかじめ盆で混ぜておくことで塊を折り返す。回数が減らせることから大量生産することができ。実際練り混ぜ、法と盆混ぜ法で生産量は10倍もの差がある。生産される筆の種類は大きく分けて毛、毛筆、画筆、化粧筆になる。原材料は、原毛は中国、東南アジアや北、南米など輸入物、筆軸は兵庫、岡山。 静岡のものあるいは原毛と同様に輸入物を用いている。熊野では盆混ぜで大量生産し、高級品は練り混ぜで作られている。当初は熊野筆ブランドの毛筆は全く存在せず、OEM 製品いわゆる無名筆として多く流通していたという。現在でも無名筆は多く流通。例えば国産の学童用毛筆のほとんどが熊野で生産されたものである一方で、 著名な書家に愛用される熊野筆ブランドの高級品も作られているなど、多種多様なものが出回っている。ただこうした、普及品は中国などの安価な外国製のものと、競合関係にあるため平均で見ると他産地よりも、単価は非常に安く、例えば2000年代初頭の国内シェアで見ると、生産量は毛、毛筆80%、画筆85%、 化粧セ90%なのに対し、生産額は61%まで落ちる。他産地の関係者から、単価、大量生産の部分だけ見て、クマの質は、質が落ちると批評されることもあったという。現在では毛質に加えて、画質、化粧質の地域ブランドとして確立している。共に戦後から本格的に生産が始まったもので、OEM 製品として流通していたが、得意点は、 早くから海外を意識したことにある。画質はヨーロッパ産の優れたものと同レベルと言われ、海外でも高く評価されているという。化粧室は先に海外で評判になり、国内では口コミレベルで知られていたところへ2011年、なでしこジャパンへの国民栄誉賞記念品として取り上げられたことで知名度が一気に上がった。他の伝統工芸品と同じように、 極小規模の独立した、家内工業、豚屋製家内工業、マニファクチュアの3形態からなるが、熊野では地域内で分業制が進む中でこれらが複雑に入り組んでいる。毛を扱う部分は、筆師と呼ばれる職人による手工業によるところが多い。ため機械化できず、筆軸の材質が木の場合のみ一部で機械化が進められている。 比較的大きな工場は戦後発達したが筆、化粧筆のもので、原料の特性及び販売展開から海外に製造拠点を持つ会社もある。昭和初期には、町民の9割が何らかの筆作りに携わった頃もあったが、近年広島市のベッドタウン化し他からの流入者が増えたため現在では、町民の約1割、約2500人が携わっている。筆作りは、 旧来から男仕事と言われているが熊野では女性の比率が高く女性初の筆職人の伝統工芸師は熊野の筆師であり現役の女性伝統工芸師は他産地より多いパートや内職としての主婦の労働力は安価な普及品製造に大きな力となっており熊野の筆踊りの中で筆の都よ熊野の町は姉も妹も筆作ると歌われているところにも 現れている。毛筆だけに限れば年間約1500万本、1日あたり約5万本製造している。外国産の安価な普及品との競争と技能習得まで時間を要することと単価の問題から、後継者がなかなか定着して育たないことが現在熊野筆での問題となっている。1975年伝統的工芸品指定、毛筆産業としては初の指定である。 筆師、約1500人のうち伝統工芸師は2016年現在22人。なお4大産地で一番多い。詳細は、筆の里工房ホームページ参照。伝統工芸師の作品は、筆の里工房セレクトショップや、県運営アンテナショップ、広島ブランドショップタウの2階熊野室、セレクトショップなどで販売している。2004年団体商標を取得、この際に、 熊の筆の定義やロゴマークが作られた。定義は以下の通り、筆先は熊の地域で作られたものに限り、同地域で最終工程まで仕上げる。なお、毛筆、画筆、化粧筆それぞれで、原料、製法が会社によって異なる部分があるため、これ以上細かく定義は作られていない。商標法の一部改正により2006年から、 地域団体商標が始まるが、他では、その取得にあたり熊野室のケースを参考にしたという。産地組合である、熊野室事業共同組合に加盟する、組合委員は2015年現在で99社になる。うち熊野室を商標契約しているのは同年、現在で52社になる。以下契約店を列挙する。詳細は、熊野室事業共同組合ホームページ参照。以下、 2017年現在流通している品目例を列挙する。蒸気以外では、誕生記念筆いわゆる赤ちゃん筆の元祖であるホラー水筆、化粧筆世界、トップシェアの白宝堂などがある。以下、1954年、筆の町、熊野市記載時に商工会が調査したもの、1987年、秋熊野町子通社編記載時に、 調子観光委員会が調査及び推算した生産量を示す。なお性質業が小規模の家内工業であることに、加えて複雑な販売網のため明快な統計データが得にくく調査者によって数値はバラバラで、全国的な統計データとしては工業統計があるが、昭和初期までのものは職人5人以下の事務所を統計に入れていないため、本データは熊の公表分のみを用いている。 熊野豊橋ならありま熊野川尻暮れ、広島江戸時代から昭和初期にかけて国内ではいろいろなところで筆の生産が行われており、広島県内においても熊野や川尻の他にも山形郡、佐伯郡、広島市、朝郡、呉市、西条村、世良郡、太見郡、小野道市、深安郡、福山市で生産されていた記録が残る。その中で原毛。 筆軸などの筆の原材料に乏しく、江戸や大阪、京都のような消費地から遠い熊野で、筆の生産が大きく発展していった根拠については、資料が少ないため検証できておらず、現在の定説は、熊野周辺の資料によるものでほぼ構成されている。以下、熊野で筆作りが発展していった要因を1987年、熊野町市観光委員会がまとめたものを、主として示す。 江戸時代、熊野村の産業は農耕が中心であったが農地が狭いため民は貧しく、さらに京法三年白症騒動により土地を取り上げられた水飲み白症が増えていた。生活を支えるため農管期には出稼ぎするしかなかった。その中で関西に出た者がその帰りになら大阪や有馬で筆を仕入れて行商しながら帰って、 北のが熊野と筆の関係の始まりであると言われている。いつ頃から始まったかは不明であるが、天明年間には行われていたと考えられている。江戸時代中期広島藩朝野氏、第7代藩主、朝野茂明は大規模な藩改革を行い、江戸後期には朝野氏、第8代藩主、朝野人市県はそれを引き継ぎ犯罪性の安定に成功した。再県はその中で、 犯罪性改善のため寮内の各地に商品価値の高い特産物の生産を奨励したり、その後安定した犯罪性をもとに文化、教育面での政策も積極的に行っている。文政13年それらの事業の一環として、繁栄の清住場を新城村に設置、天保2年熊野村に80人ほどいた、筆木業商人の中で住屋長兵衛が、 心情済みの売りさばき取り継ぎ筆頭に選ばれ、後住屋長兵衛改め重や佐ダ衛門は、褒美として、熊野村の与党同格を与えられた。熊野での性質の起こりは、こうした藩の意向で、佐ダ衛門が熊野村省屋と相談して、村民を、性質の修行に出し、それを持ち帰った者によって普及したと考えられている。現在、熊野筆事業協同組合が公表しているのは、 以下の三人。これらとは別に、天保年間に、どこからか現れた、一回人が始めた、あるいは、天保二年、畑の世、と、旧作が始めたが途絶えたため天保四、五年に、孫で再兵が、吉田製造を熊野に連れて帰り再興した、とする資料があるが2017年現在で、熊野室事業協同組合は採用していない。いずれにしても、天保、 高価年間に多くの人が絡んで筆作りが始まったと考えられている。こうして熊野で作られた筆は芸修筆として新条済みとともに熊野の行商人によって諸国で売られていった。特に西平は中高の祖といわれ製法の改善や行商販路の拡大そして職人の勧誘を行ったという。1872年の資料によると 上型からの職人の指導によって、生産は、生協、熊野に、質問屋ができ、農業あるいは行商と兼業していたものは、生業として、筆作りに励んでいた。ただし、食行は不況によって、簡単に転職したりあるいは復帰したりしていた。流通も、広島と、傍聴石州、つまり、山口、島根の西部程度に限られていた。そこへ、 同1872年学生制定、小学校で筆を使うようになったため需要が増えることになる。これに1877年代1回、内国官僚博覧会で入賞したことにより、熊野筆の名が知られるようになる。教育系の法整備が進むにつれ生産本数は桁違いに伸び、販路も百九十五年には全国に拡大したと考えられている。この明治時代に、 新たな根毛のやり方、ボンマゼを開発、た産地に先駆けて大量生産を可能にした。村の基幹産業となったのは、この明治中頃で村を挙げて生産に取り組んだ。日清戦争に絡んで生産は拡大した。戦地に赴いて熊の質を凝縮していた者も,もいたという。筆製造によって得られた経済力を背景に1918年10月1日。 熊野町として調整施行している。ただ急速に拡大していった中で職人の腕の絶対数が追いつかなくなり、質の低下を招いた。当時、熊野筆は安かろうしかし悪かろうと揶揄されたという。そのため、明治中頃には筆師数人で、例えば七筆会、猛筆奨励会、公屋会といったグループを作り、品質の追求にも取り組んでいる。 これらが事業拡大と近代化の中で集まり、後に1926年熊野商工会設立であったり、1935年熊野商業組合設立に至っている。昭和初期になると軍部への納入は増えていった。またこの五六野では道路網が整備され、トラックによる定期輸送が可能となると、それら消費地への大量運搬ができるようになり、さらに、 山陽本線あるいは、クレの駅までの到達時間が短くなり、販売網は拡大した。こうした、販売網の拡大により、毛筆に加えて万年筆や刷毛製造を起こすところも、出て、毛筆製造に隠れて細々と行われていたという。この刷毛製造が後に、画質、化粧筆製造につながるのである。1936年7000万本を記録している。 これが現在共同組合公式発表による毛筆のみの生産量ピークである。翌1937年日中戦争が勃発すると原毛の輸入が停止されたことにより生産は落ち込んでいった。その中で軍部は良質な日本産の筆つまり熊の筆を中国での戦部工作の一つとして用いていたという。1937年。 県立広島商業高校の調査によると、生産量は国内の8割に達しており、熊野町民の95%が性質関係の仕事に従事し、町財政の4割が性質によるものであった。原材料は国内物と輸入物に頼り、原料網は大阪、神戸、京都の他に、満州、中国、モンゴルアメリカから、竹軸は岡山、兵庫、島根、 静岡などから取り寄せていた。できた毛筆は台湾、カラフと朝鮮、満州、中国にも輸出し、欧米も視野に入れていた。ただし、大量に流通していたにもかかわらず、熊野筆というブランド名は浸透しておらず無名筆で多く流通していたという。1939年には国内生産量の9割に達し、国定教科書の地理に熊野町が 筆の産地であると記載するよう尋常していたという。姉も妹も筆作るの歌のように女性が多く働いた。近隣の村々では娘がこき使われるのを心配して熊野に嫁に行かすなと言われていたという。逆に働き者の母親を見て育った熊野の娘は働き者であったとして嫁にもらうなら熊野の嫁をと言われていたという。 漢字廃止論も参照そもそもの発端は、明治末期のこと、鉛筆が普及し、大正初期には、学校教育に取り入れられると近代化の中で、毛筆の存在意義が問われるようになった。広島においては1908年広島県市、土井訓道が主面で発表、大正時代には、賛否が争われた。これがピークとなったのが1919 19年、中橋徳五郎文章が唱えた。 毛筆廃止論である。同年7月28日付東京日日新聞で、中橋文章は、毛筆は20年来の異物である。現今の清社会において我々が毛筆を舐めているようでは、日本の文化は進歩するものではないと、毛筆廃止論を展開し、これに同調するものも出て、全国規模で激しく論議された。これに対し筆の産地であった熊野町は、 中橋文章に陳情書を出し、この中で将来我が国民の精神に及び保守影響、感からさるものあると国粹主義的な面で訴えている。この騒動が収まるのは昭和初期のことで、それまで単なる筆記用具に過ぎなかった毛筆が、習字の持つ精神性、芸術性が評価されて学校教育の場に残ったのである。 1941年国民学校令制定。それまでの学校での書道は単なる書き方に過ぎなかったものが芸能家習字として一教科に格上げされたため、毛筆需要は増加した。同年末太平洋戦争が勃発すると、男性の職人が徴兵されたためカバーするように、女性の職人によって作られていたが、戦争が進むにつれ減量。 職人不足によりほぼ作られなくなった。そして終戦後、今度は GHQ 主導による学生改革で1947年、学習指導要領で、書道は必修強化から外された。熊野にとっては、当時の機関産業の主力であった、学童用毛筆の需要見通しがつかない状況になったのである。この中で他業種への転職を進めたり、残った職人たちは、 技術的にも、材料的にも、共通点の多い画質や化粧筆作りを模索していった。戦前には、東、アジアを中心に輸出されていたものも途切れたため、新たに海外輸出計画が練られたのも、この時期である。一方、書道の必修強化復活に向けて、豊道春海を中心に、書道家、書道教育者が熱心に活動した。熊野では町を挙げて、 復活運動を行い政府に陳情し、後に、政界も巻き込んで、大きな運動となった。これが実り、1951年小学校、指導要領で小学4年生以上での書道が、任意ではあるが、復活、1958年学習指導要領で、小学3年生以上必修となり、学校での修字教育は復活したのである。1954年には、 熊野町商工会調べによると、国内生産額で9割に達し、熊野町全個数の8割が、毛筆業に従事していたという。別のソースには、同年の国内生産高70%、画質のみ60%に達したという。1958年産業新聞は生産高90%、年間10億円と報じている。ただし毛筆は1970年代以降生産は、 伸びていない。外国製の安価な普及品に加え、マジックペン、ボールペン、筆ペンなどの文房具の多様化、PC やスマホの普及、少子化による、学童用毛筆の停滞、など、毛筆人口の減少によって需要が増えていかない、ためである。伸び悩む毛筆に代わって対等したのが、化粧筆、画筆である。戦後から本格的生産が始まり、1950年代には、 化粧室生産は順調に軌道に乗り、1960年代には化粧室、画筆、工業用ハケそれぞれの生産量の方が毛筆よりも多くなっている。この頃から大手化粧品メーカーの OEM 生産が始まり、化粧品とのセット販売も行われ、従来の熊野筆の化粧室製造技術に欧米のものも取り入れるなど、技術革新に努めた。 1970年度のデータでは、毛筆がほぼ国内で流通しているのに対しはけ類画質は6割近くが海外、主に北米市場へ輸出されていた。しかしこうした順調な流れも1971年ニクソンショック以降の不況により、ストップがかかることになる。いくつかの企業では、ニクソンショック以降赤字に転落したと証言している。 1981年度のデータでは、化粧室が伸びていたものの、画質は横ばい、工業用化けは、ポリオ器油差しの普及により減少している。1985年プラザ合意後の円高進行は、熊野筆企業の海外進出に拍車をかけることになる。現在、化粧室世界、トップシェアの白報道にとっては1995年に、カナダの化粧品メーカーであるマックとの、 OEM 契約が転機になったという。こうした中でまず海外で化粧室の品質が認められることになり、ハリウッドセレブ御用達、あるいはパリコレのメイクアップアーティストが認めた筆、と歌われるようになった。これに1990年代後半から国内メディアで熊野の化粧室が取り上げられ始め、同じ頃、美容ブームやメイク専門女性誌が創刊された。 ことにより注目され始めた。そして2011年なでしこジャパンへの国民栄誉賞記念品として取り上げられたことで国内での知名度が一気に上がることになった。熊野町では春分の日を筆の日としている。これは2008年町条例で制定したもので春分の日を含む1週間を筆の日週間都市情報配信イベントを開催している。詳細は 筆祭公式ホームページ参照。毎年秋の彼岸に開催されている。三府で佐賀天皇を祭り、熊野筆元祖と言われる井上寺兵、乙丸城太子を忍び、猛筆に携わる者たちが氏神に記念するとして、坂木山神社を皮切りに、熊野町を挙げて行われている。昭和初期、熊野筆の生産は、伸び熊野商工会は潤っており、1935年、 熊野商工会設立10周年記念事業として、この祭りは企画され、当初は坂木山神社で祝詞をあげるだけの祭典と、筆踊りのみだった。そこから、様々な催しが行われるようになった。このほか、教書大会や筆作りの実演、熊野筆の即売会などがある。1935年第1回筆祭り開催が、企画された際に、作詞、野口祝場。 作曲藤清水の筆祭りの歌が作られ、これに馬場豊ツ鶴によって振りがつけられた。これが筆の都よ、熊野の町は姉も妹も筆作るの、筆踊りで毎年、筆祭りで女性によって踊られている。1979年には熊野町青年連合会が企画中心となってレコード化された。歌は浜田喜一、牧口茂子、演奏は 東芝レコーディングオーケストラ、林は浜田社中、編曲は山中博士。なお、現在曲自体は作詞作曲ともに、権利関係は消滅しており、著作権フリー。詳細は、全国書画展覧会公式ホームページ参照。全国書画展覧会は1931年、全国書き方展覧会として始まり、小中学生を対象に書写、書者。 書道及び図が工作、美術の教育及び振興を目的として開催されている。加えて1999年から年齢制限のない触れ合い書道展も同時開催している。前身は1929年熊野第一神常、高等小学校が主催した全国小学校書き方展覧会である。1931年度を高等小学校が主催し、 商工会が協賛する第1回全国書き方展覧会を開催する。対象は小中学校他学校及び一般を含めたもので、参加は2府32県の北は北海道カラフトから東北陳太タ朝鮮台湾のものが6000点にも及ぶ作品を出展している。第2回大会から現在の全国書画展覧会に名を改め、第3回大会から公演に熊野町、 熊野商工会、熊野書道研究会、広島県教育会、秋群教育会、中国書道会、広島書道研究会、岡崎中央書道協会、東京学書会、中国新聞社が入っている。太平洋戦争中も開催されたものの1945年のみ、中止、戦後1946年から主催を商工会に変え復活し、現在まで続いている。 筆の里工房熊野町のゆるキャラ。2008年筆の里工房の筆文化支援事業によって制作され、2012年から町食卓扱いで観光大使に就任している。注釈出店。ありがとうございます。